今日もイオンで勉強しました。現在ね9時です。閉店時間ですね。では移動して別のところで勉強します。閉店時間です。帰んなきゃいけないんだけど、ちょっとねオーナーラウンジがどうなってるか見に行こう。帰る前にどうだろう。ああやっぱりダメだ、閉まってるのが見える。残念ですね、やってなかった。もう多分年内ダメだな。ではでは移動します。はい、閉店時間なんで買います。はい、外出ました。で、街はね本当岡山クリスマスイルミネーション、彩られてきてます。はい、今日は12月の2日どうでしょう。ほらね、で閉店時間なんで、さっきも人がたくさんいたんですけどね、独占して見えます。綺麗ですね。はい、じゃあ帰ろう。じゃあ駅の方向かって帰ってきます。はい、ゴッドニコットへやってきました。さああともう1時間ここでできます。勉強で、ね、やっていきましょう。タピトラ、あ、ホタルの光が流れてます。買います。うん、なんかいまいちね、勉強進めなかった。また明日ね勉強しましょう。なんかお好み焼きの匂いですね。はい、今日も10時まで勉強しました。さあ帰ろう。本当にね例の感染症の問題で人気がないですよね。うん、ね、早くねあの問題が終わればいいんですけどね。お店もこうやって閑散としてるよね。こんな電気高校とつけて全然お客さんいてないや。ほらゼロ、じゃあ帰りましょう。